みなさんごきげんよう、さきのです。今日はゴム2つでできるクルリンパハーフツインをやっていきたいと思います。あのキャンメイクの動画でやったと思うんですけど、その髪型を教えてっていうリクエストが多かったので今日やっていきたいと思います。それではスタート。はい、さっき私前髪の崩れない前髪っていう動画を撮ってたので前髪以外何もしてないんですけど、あのクセっ毛ですね、ここがこう跳ねちゃうんですけど前髪以外何もしてない状態です。で、見てる方とか、これからの時期かな、学校とかもあると思うので、髪の毛をあえて巻かずに、ストレートアイロンで、ワンカールの内巻きにしていきたいと思います。で、用意するのは、おなじみの、ツヤグラのストレートアイロンです。で、これで、ワンカールを作っていきたいと思います。こうやってね、内巻きに、クルンってするだけなら、多分学校とか厳しい人でも多分、癖ですって言えば多分大丈夫だから、後ろも、内巻きにしていきます。逆もやります。はい、こんな感じで内巻きができました。内巻きだけでもまあ十分いい感じにはなると思うんですけど、ここで一手間、すごく簡単なのでこれから紹介していきたいと思います。まずこの残したい毛、遅れ毛っていうのはここ触覚をまず残したい髪の毛を少しこう出します。で、私はそんなに出さなくてもいいかなと思うのでこんな感じです。で、耳にかけます。まず髪の毛を、そしたらこの辺ですね、自分の好きなところからでもいいんですけど、私はこの辺からこういう風に髪の毛を取っていきます。横の毛半分ぐらいかな、取っていきます。したら手ぐしで大丈夫なので自分の好きな位置に結んでいきます。で、私は結構下目の方がいいかなと思うので、この辺でこういう風にツインテールを作るようにこんな感じで結んでいきます。そしたらクルリンパをします。なので指をねこう通します。そしたらこれを下から上にこっからこの穴に通します。くるんってよいしょ、こんな感じです。はい、そしたらここでギュッとします。はい、で大体はもうこれで完成です。ここをこう細かくほぐしていき、ちょ見えてないからすごい不安なんですけど、こういう風にねほぐしていきます。少しずつ引っ張るといいですよ、少量ずつ。すごく簡単なのにこんな感じです。すごく簡単なのにとっても凝って見えるようになります。逆もやっていきます。はい、こんな感じで出来上がりです。すっごく簡単なのにこんなに凝って見えます。こんな感じで清楚な感じになります。とても簡単だし時短になるので、どこでもゴム2つがあればね、キュッてやってクルンってやるだけでクルリンパ1つでできるので、ぜひやってみてください。ここの髪の毛を巻いているとすごくガーリーな印象になるんですけど、こう内巻きだったりストレートだったりすると結構清楚なイメージなのかなに見えると思います。ぜひやってみてください。この動画が面白かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あと Twitter と Instagram もやっていますので、よかったらフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さきのでした。バイバーイ。